駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館、レッツゴー。はい、どうもサドチンです。今回ですね、駄菓子屋ゲーム博物館に来てるんですけれども、メダルのつかみ取りっていうのを一回ねやってみたかったんですよ。なのでここにいる夢の国へこそステップセプターを元気と、メダルといえばダスクです。はい、そしてステバイ準レギュラーのジャン、準レギュラー、ステバイの準レギュラー、駄菓子屋ゲーム博物館、岸です。神々だけど館長の岸さんです。はい、はいはい、ということでこちらね4人で、はいはい、こちらもメダル、メダル、もうめっちゃ多い。こちらね、メダルをつかみ取りして一体一人何枚ぐらい取れるのかっていう検証でございます。手がでかい人有利ですね。で有利だよね、うん、俺多分ちっちゃいんだよなって。でもお金のつかみ取りとかやったことあるんだけど、うん、なんかね、細い女性とかの方のがなんかね、持ってるとかへー、なんか持ち方が、あー、掴み方があるんですね。そう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 、ということで、やってみましょう。やってみましょう。はい、ということで、僕がね、設定いきたいと思います。やりました、いきましょう。いってまいる。メダルガッてなってる。じゃあね、ちゃんとね、こう、こぼれたやつはダメです。あ、オッケー、わかりました。はい、はい、この距離も大事ですよ。はい、なるほど。いきます。私はね、シンプルイズザ…ちょっと落としたちょっと落とした今。あ、落とした落とした。これはノーカウント。これなんすね。これで、思った以上に難しい競技だと思います。滑りそうだな。はい、なるほど。で、カウントいきましょう。はい、計測タイム、計測タイム。で、カウンター、ここにあるんで、いきますよ。はい、少ない？え、ほんとそんなもん？そんなもんすかね。85枚。少ない。超少ない。これがノーマルおててですね。ノーマルおててが85枚ぐらい、うん、比較的ちっちゃいんですけど。これこうやってこう頑張ればこうできる。あ、これで落とさないようにいくと、いけるかな。ぐるってやって、なるほど。はい、2枚目ステッパイの代表、ダス選手です。元気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 です。じゃあ行くよ、じゃあ。ちょっと。これは犠牲にするか、ボロボロボロってワンチャン犠牲にできる。あ、犠牲にするのもあり。いい、いい、でも。ああ、めっちゃ落としたな、これ。めっちゃ落とした。それで少なかったら分かるぞ。カウントいきますよ。じゃあカウントします。はい、あ、超えた。それでも100枚の無駄に強でしたね。126枚。126。おお、やった。そんなもんですね。イエーイ、人数には勝ちましたね。今1位だ。85、126。はい、はい、はい。それではですね、こちらの持ち主の館長さんに、館長お願いします。はい、このもうメダルを、館長手でかいな。でかい。メダルをだって握り続けてもう10年ですからね。おお、俺らよりも大ベテラン。大ベテラン、僕たちね。2、3年、そうそうそう、4、5年ぐらい。え、大きいな。お、すごいすごいすごい。うわ、マジか。今見た、すごい、ホットハンド。これ見た目どうですか。でも余裕勝ちですか。100枚は超えてそうな。100枚ありそうだ。50枚でもんだけどな。そんななさそうですか。毎日のように10年間メダルいじってますから。いきますよ。えげつ量を持ってたな。150。おお、メダルは友達。はい、150枚。はあ、さあここどう見せてくれるかな。でもタスクの手こんななってるからさ、包み込むようにね。違う、あんを包み込むように。そうそう、見てください、違いますから。タスクの手ひずめじゃねえよ。ひずめじゃねえよ、バカか。なんだこれ、なんだこれ、違う、なんだこれ、バカか。お前真剣に行くぞ、真剣に行くぞ。頑張って、本当に超えないとダメだから。いけるんじゃないかな。もう落ちない。もう頑張れ。気にしない、気にしない。落ちるのは気にしない。もう勝ちたい。頑張れ。お、これはいいかもしれない。でもボロボロいった。あ、いい。
もう散らかると関係ない。でも俺は勝ちたい。結構いってる感じが。俺は勝ちたい。俺は勝ちたい。負けたくない。散らかしたのに。散らかしたの。散らかしたの。散らかした結果。じゃあカウントいきますよ。散らかして負けたらダサいな。それだけは絶対嫌だ。うわっ、つまりなし。マジかー。散らかした結果2枚届かない。ダサくないですか。超ダサくないですか。オッケー丸です。すいません。はい、というわけでいかがだったでしょうか。たわいもない検証だったんですけれども、どれぐらいメダルを持てるかという検証でした。約10年。すごいですね。10年、まあ、10周年ですね、この前。あ、ここですか。この前の3月で10周年、うん、すごい。ありがとうございますということで、10周年を祝う会でした。あれあれ、変わってる、なんか変わってる。館長が150、はい、元気くんが、僕が126くらいでしたっけ。148、76。やっぱりベテランは違いましたね。10年のメダルいじりは。僕たちも頑張ろう。そうですね。館長のすごいところは全然こぼさないで、ちゃんとだから、こう、ちゃんと持つ瞬間浮かしてやってたから。そうなんですよ。こんなんもやってなかった。そうそう。はい、というわけでこの動画楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。動画概要欄にステッパイチャンネルと駄菓子屋ゲーム博物館のリンクあるので、ぜひぜひください。ぜひよろしくお願いします、はい、それではバイバイ。せーの、おいなりおいなり。揃ってるね。赤みげです。